今岡英司のぶらり歴史探訪チャンネルミニ。今回は高知県は馬路村の馬路温泉を紹介したいと思います。馬路村は高知県の中でもかなり偏僻なところにあり、電車はない、線路も通っていない、バスは1日4便のみ、挙句の果てには国道すら通っていないというところで、非常に不便なところではありますが、その分ゆず押しで村を活性化させたという非常に珍しい村となっております。その馬路村で一押しなのが、先ほど申し上げました通り馬路温泉。ここは村営の宿泊宿で温泉を楽しめるほか、地のものばかりを使ったご飯が非常に美味しい。柚子はもちろんのこと、焼きたてのアメゴも楽しむことができます。コロナが落ち着いたらぜひ皆さんも一度馬路温泉に足を運んでみてください。それでは次回またお楽しみに。